ケーブルテレビをご覧の皆様、塚田健二です。ということで本日はですね、アシスタントの長澤まりなちゃんがですね、仕事の関係で本日来れないということで、本日スペシャルゲストをご紹介します。こちらでます。ドラゴンゲートプロレスドラゴンダイヤ選手です。よろしくお願いします。なんとドラゴンダイヤ選手、はい、長野県須坂市出身ということでね。はい、須坂市なんですよ。すごいんですよ、須坂市出身で。それで、はい、今ドラゴンゲートでチャンピオン。はい、そうですね。今82キロ以下のシングルマッチのブレイブゲートとタッグマッチのツインゲートの2冠チャンピオンで。おお、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと待って、ドラゴンゲートに入門して今何年経ったんですか？今5年目ですね。5年目で、はい、チャンピオンになった。はい、ちょっとこれ地元どんどん来てんじゃないですか、須坂。そうですね、もう地元のみんなも結構応援してくれてるんでね。え、みんなそうなりますよね。はい、本日のオープニングなんですけども、佐久市にありますドリームカープロデュースさんからお送りしています。はい、ご紹介します。社長の和田さんでございます。いや、和田さん、お世話になってます。こんにちは。いや、本日はなんかお年玉でポルシェをいただけるということで。まだかえ、これお客さんなら。あ、お客さんダメ。これなんかね、チャンピオンになったお祝いで、あの、柵に太い社長がいるから、いやいや、お年玉でもらえるんじゃねえかなって言って来たんですけど。体は太いかもしれないけど、ダメ。ダメですか？ダメです。ドリームカープロデュースさんのお仕事ちょっとご紹介いただきます。うちはですね、輸入車中心として、はい、販売と整備と、やらせていただいております。で、今ボッシュカーサービスっていうボランタリーチェーンに入ってまして、はい、ボッシュ製品を使って、ちゃんとした、整備とかをやっておりますので。すごいですね。もう悪口言うなよお前言葉の節々からもう安い車は扱わないっておっしゃってる。そんなことはないよそんなことはない。地元のちゃんとした国産の車もちゃんとやります。やります。何でも、もう車に関わること何でも、まあ、基本的にはハンドルとエンジンとタイヤついてるから何でもやります。何でもやります。そういうことです。皆さん、車にお困りの際はですね、ぜひこちら昨年ですね、ドリームカープロデューサーに来ていただきたいと思っております。で、社長、どの車をいただいてますか？まあ、しつこいですよこんな感じで元気に番組行くんですけど、一緒にじゃあちょっとやっていただいてもいいですか？了解です。それではいきますよ。今日も元気にみんなのラーメンスタートです。誕生、本格ビールのうまい糖質ゼロ、パーフェクトサントリービール、ラーメン珍道中。さあ、やってまいりました、こちらのコーナー。はい、塚田さん、はい、今日は僕にどんな美味しいラーメン食べさせてもらえるんですか？大学よくぞ聞いてくださいました。今回はですね、はい、こちらのお店です。ダン麺屋ブソンさん。ブソン、こちらのお店はね、はい、佐久インターの本当に目の前にあるんですよ。はいはいはい。だから軽井沢からも近いですし、はい、まあ、非常に便利な場所にあるということで、もともと長野市のお店なんですけども、僕もね、ちょっとここ数年食べてないんで、ちょっと久々に食べたいなと思って。おー、いいですね。ちょっとぜひ楽しみになってきました。行ってみましょうか。行きましょう。じゃあ早速行ってみましょう。よ、いいね。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。いやいや、どうもお久しぶりでございます。どうもご無沙汰しております。店長の平野さんでございます。いらっしゃいませ、ありがとうございます。いや、平野さん、今日はね、ドラゴンダイヤも来てるんで、はい、すごい、もう眩しいし。いやいや、眩しい、素敵。ブソンさんの美味しいラーメンを食べさせていただきたいんですけども、はい、おすすめはどんなラーメン？ありがとうございます。当店名前がついております、はい、ブソンそばを一つと、はい、あー、もう定番のね、はい、人気メニュー、はい、はい、お約束ですね、ありがとうございます、はい、それと、信州味噌ラーメン。お、はい、いいですね。ちょうど3月 ね、まだちょっと寒いかなっていうところで、寒い時期ね、はい、温まっていただければと。ご当地の味噌ラーメンを、はい、はい、いや、ぜひじゃあお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回ご紹介するのは、佐久インターチェンジのすぐそばにある麺屋ブソン佐久店。長野市を中心に県内で多くの支店を構える人気店です。失礼いたします。お待ちどうさまです。さあ、ありがとうございます。ブソンそばでございます。はい、うわ、いい香り。ドラゴンダイヤは店の看板メニューブソンそば。コラーゲンたっぷりの濃厚な鶏白湯にカツオの出汁を合わせたブソンを代表する一杯です。こちら信州味噌ラーメン。うわ、いいですね。ありがとうございます。お、塚
田さんは信州味噌ラーメン。信州味噌を使ったスープに隠し味でリンゴを入れるなど、武尊ならではのアレンジを効かせた味噌ラーメン好きにはたまらない一杯です。いただきます。召し上がってください。ありがとうございます。いやちょっとまずダイヤからちょっと行ってみて、はい、いいですか。待ってましただよね。美味しいですね。美味しい。めっちゃ美味しいですね。ありがとうございます。そっちからすごい香りがね、しますよね。すごい魚介の香りがすごいよ。なんかこだわりとかあるんですか。スープ、ありがとうございます。まずスープの方ですけども、はい、カツオをふんだんに使ってるんですね、はい、でただ油がしっかり入ってるので、はい、火入れを重点的にしっかり気にして、はい、火入れしすぎたらカツオの美味しい風味は飛んでしまうし、温度管理をね、はい、しなきゃしないで今度油っこくて食べれないっていうところで、もう徹底的に火入れに溶かして、はい、こだわって美味しいスープを召し上がっていただきたくて。麺の方もどうですか。はい、うん、いい顔して食べれないんだよねもちもち感めっちゃ感じてます今。ありがとうございます。こちらはもちもち感が麺出るように真空で圧縮して製麺して、ね、はい、ありますので、こちらもね、はい、信州味噌ラーメン、このね、はい、やっぱまだ3月寒いからこの時期の味噌ラーメン最高です。ちょっといただきますよ。はい、召し上がってくださいうまいね。ありがとうございます。味噌の美味しさとちょっと乳化したコクと香味野菜の、ね、香りがたまらない。で麺の方も、はい、いやー来た、つるっといっちゃってください。ホクホク、うん、麺も、もう味噌まとっちゃってます。すんごい美味しいですよ。ありがとうございます。こんなんかもあってね、ダヤ君、はい、写真のレポートを。うわ、あ、あ、でっか、ちょっとめっちゃ美味しそうです。もう食べていいですか、もうどうですか。うわ、あ、めっちゃ美味しいですね。やっぱ炙ってある分香ばしさも感じますね、うん、あ、やっぱり炙ってある良さが出てる。はい、さ、魚の香りと、はい、お肉の炙った香りと、はい、このマリアージュがね、素敵、ありがとうございますマリアージュって言葉好きありがとうございます好き、いいね。なんか今日ダイヤ君見て、はい、店長、店長テンション上がっちゃってるもん。ダイヤ君焦がすかチャーシュー焦がすかぐらい焦がしますね。そうね、そっちはこっちもあるんですよ。でもね、こっちなんとね、このほら味噌ラーメンといったらこのね、旨辛ひき肉みたいな感じのやつ、これはね、ちょっと、うん、一緒に、うん、店長ライスもらってますこの細麺にした意味がなんとなくわかるです。こんなひき肉の絡み方をして、多分日本で今ここだけ。やった、すごい、これありがとうございます、うん、これダメだこれダメ、絶対うまいやつ、これやばいやばい、この絡み方はやばい。いや、店長めちゃくちゃ美味しいんですけど、はい、そもそもこの商品のこだわりっていうか、はい、なんかそういうものってあるんですか。ございます。ただとっても大事なお話なので、私の口からはちょっと申し訳ないですその口からは言えないんですね。とてもじゃないけど、部長お願いします。あ、部長いる。あ、来ました、中ちゃんです部長の中ちゃんです。こんにちは。相変わらず美味しいですね。ありがとうございます。もうね、まず武尊そば、はい、このコンセプトというか、なんかこう思いみたいなあるんですか、武尊そばの。そうですね、お店の名前がついてるラーメンで、はいはい、武尊が始まる前に、うちの社長が開発したラーメンで、東京ラーメンショーでうちの社長が出したラーメンが1杯目なんです。はい、あ、じゃあ東京ラーメンショーで行ったことによって生まれたラーメン、はい、と聞いてます。なるほど。じゃあ東京ラーメンショーがなかったらこのラーメンもしかしたら誕生してないかもしれない。そうですね。はい。あ、じゃあ思い入れがある。そうですね。看板商品ってことですね。そうです。武尊と言ったらこのラーメン。武尊そば。はい。なのでこのラーメンがずれないように維持するのが僕らの仕事です。いいこと、こういう若い人持ちたいですね。もうね、止まらない。中ちゃん失礼いたします、
こちらもぜひ召し上がってください。さっきライス欲しいとは言いましたけど、誰が唐揚げ定食です。もう大体ね、唐揚げっていうのはどこ行っても同じですよ。同じ。柔らか、うま。ありがとうございます。なにこれ。めっちゃ柔らかいですね。ジューシーなのにサクサク感があって、味付けがね、またうまっ。ほら、ほんとだ。ほんとすごいですよね。なんか今の音聞いたら肉だらしいもんね。肉だけにつって、すいません。肉ネタ強いですね。嫌いじゃない。肉ネタ強いな。さっき中ちゃんに聞いたんですけど、はい、この唐揚げのレシピは、はい、中ちゃんじゃなくて店長が、はい、あのまさかの OK いただきまして、唐揚げを当初お店で出そうって言った時に、あなたのレシピはどんななのっていうところで、じゃあ作ってみますって言ったら、はい、一発 OK いただきまして、これでじゃあこれでいきましょうって。唐揚げを武装そばのスープにちょっとドボンして召し上がってみてください。これがめっちゃ合いますね。これこれがまさかのスープに。まかないで、うん、唐揚げの切れ端とか、うん、そしてあの、はい、お皿にわざわざ盛り付けるのもったいないからと思って、はい、ラーメンにポンって乗せてご飯いただくときに、まさか浸ったらちょっと超うまいんですけど、あ、自分でもびっくりしちゃった。やばい。ウソン作店さんは、はい、もうどんなお店にしていきたいんですか。そうですね、柵の方にお店を構えさせていただいて3年ちょっと経ちましたけども、うん、まだまだ柵の皆さん、また近隣の皆さんにもっともっと愛していただいて、安心して、こんな時期ですし安心してご来店いただけるようなお店作りにさらに一層努めてまいりたいと思っております。いいですね。確かに今の時期外食しづらくなってますけども、はい、見ていただいてもちゃんと安全対策がしっかりしてますので、安心安全のお店ですね。美味しいラーメンをぜひ召し上がっていただきたいなと思ってます。今日本当にめちゃくちゃ美味しいラーメンありがとうございました。ありがとうございます。アルコール 5.5% の力強い飲み応えと爽快な後味、パーフェクトサントリービール。塚田健二の信州ラーメン紀行。さあ大也君、はい、こちらのコーナーなんですけども、はい、私塚田健二がですね、はいはい、信州の野山を駆け巡って、はい、厳選素材を取って、はい、ラーメンを作ったりとかですね、あの厳選素材を作ってる生産者さんを回って、はい、ラーメンを作ろうというコーナーなんですよ。お、じゃあ今日はどんな食材で作るんですか。ちょっと今日初めてじゃないみたい。すごいね。よくぞ聞いてくださいました。今回のテーマこちらです。ドン、卵。そしてこの冬の季節、はい、もう卵といったらこの方しかいませんよ、はい、信州が生んだ卵おじさん、卵おじさん、のどか牧場の内田さんです。どうも、卵おじさんです。もうね、内田さんは昨年のワカサギの時にもね、釣れましたね。参戦して、あの氷点下の中ね、もうね、あの、うん、全然釣れなくてね。釣れなかったね。レスラーにとって卵ってのはどうなんですか。いや、卵といえばもう筋肉には一番いい食材ですから。あ、タンパク質、はい、あ、食べてますか普段から。めっちゃ食べてます。うちの卵はですね、はい、まず国産飼料 100%。 国産飼料 100%、はい、主にあの国産のね、長野県産のくず米、割れちゃったお米ですとかね。あ、なるほど。それはあのこの方合わせて発酵させて、はい、でさらにあの国産のチーズ、国産のチーズ、はい、チーズ食べてる鳥ってなかなかいなくないですか。いないですね。であとうちのね、お店で出るあのだし、昆布ですとかね、はい、あとあの煮干しですとか、あとくず野菜だと。じゃあ行きますか。農場の方に行かせていただいてもいいですか。はい、わかりました。じゃあ内田さんのたっての希望ということで、はい、農場の方に一緒にジャンプしていきます。行きますよ、はい、農場でジャンプです。せーの、ドーン。よいしょ、よいしょ。早速ケーションの中に、はい、はい、来ました。きちっとあの今鳥フレンズの関係で、はい、あんまり中に入っちゃいけないんですけども、はい、きちっと消毒して、はい、今入れていただいてるんですけども、はい、すごいですね。これ黄斑プリマスロック系ですね。黄斑プリマスロック系、はい、すごいですね。こんな上にいる鳥あんまり見たことないんですけど。ちょっとあの寝るときは、ね、いつもこういう高いところでね。あ、高いところでちゃんと寝るんですね。じゃあ早速なんですけど、その卵はどちら、はい、卵はね、そこら辺にいっぱい産んでありますんで、これが
これはね、黒ゴッケの系統の卵。初めてこんな言うと、はい、それがね、オーハン。オーハン、はい、へぇ、うわ、全然違いますね。違いますね、違いますね。味もやっぱ違いますね。味も違う、はい、これはまだ食べちゃダメなんですね。そう、これはまだ洗ってない、消毒してないんですね。はい、じゃあ店からもらってきたやつちょっと食べさせてもらってもいいですか。はい、はいはいはい、ラーメンを作る前に内田さん自慢の卵をご飯と一緒にいただきます。ほらミルキーな、ほらすごく優しいレモン色。まずはオーハンプリマスロックの卵から。うん、甘い、はい、なんかさらっとしてるのにコクがありますね。そうなんです、うん、わかりましたよ、ね、甘いですね。やっぱり甘みはすごくありますね。で、生臭みが全然ないです。続いて黒ウコ系の卵をいただきます。違う、なんかちょっとこっちのが、はい、さっきよりもさコクが強くなった感じで、タレが変わっちゃったから、あ、そうか、ちょっと分かりますね、はい、チーズっぽい感じがあるというか、はいはい、あ、なんか少しね、はい、そう、黄身自体がやっぱり濃いですね、黒ゴッケの方がね。これ結構違うもんですね。そうですね、タレも変わるとまた印象も変わるし、はい、卵自体も違う。もうドラゴンダイヤ小食なのに今日ずっと食ってますけど大丈夫ですか。大丈夫です。めちゃめちゃ美味しくて、ね、進んじゃいますね。美味しい。こちらの極上卵を使って今日はラーメン作らせていただきます。よろしくお願いします。楽しみです。ありがとうございます。お願いします。さあ、ということで早速、はい、調理に行きたいんですけども、はいはい、この卵を使ってどんなラーメン作ってくださるんですか。今回はですね、はい、釜揚げ中華そば、それを軽く一口ずつ召し上がってもらった後に、はい、カルボラーメン。おお。まずは釜揚げ中華そばの麺をドラゴンダイヤと一緒に作っていきます。おお、すごいですね。これ見えるかな、見えるかな、はい、麺がね出来上がってきましたね。打ち粉ね、つけてこうひっつかないように。あ、すごい見れば。一杯目は素材の旨味をしっかりと感じることができるように麺と卵だけでいただきます。はい、いただきます。はい、はい、いただきます。これがやっぱね、一番小麦と卵どうですか。合いますね、うん、美味しいです。ちょっとこのボソボソが田舎臭いでしょ、うん、次は卵を変えていただいて、だいたいこんぐらいでもいいですね。塩昆布入れて、これ塩昆布だけ、塩昆布だけです、はい、やっぱりご飯で食べてほしいのはご飯を純粋に小麦に変えて、はい、こうさぬきで食べた、あの、何ですか、生醤油のね、おばちゃんの作ったうどんが忘れられなくて、はいはい、なんかこれ卵うまいなと思って、こんな感じでまず一作目は。おいしいです。おいしい、うん、よかった。もうこれでいいんじゃないかな。さあ、先ほどの釜揚げ中華どうでしたか。いや、最高でしたね。僕実は、はい、卵かけご飯が、卵は大好きなんですけど、卵かけご飯がちょっと苦手だったえ、というのも、うん、僕プロレスラーになる時に、うん、最初練習生っていう期間があるんですけど、はい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 、その時に体を大きくしなきゃいけないんで、はいはいはい、毎晩寝る前に卵かけご飯をかき込んでプロテイン飲んで寝るっていう生活をしてたんですよ。あ、それでそれで気持ち悪くなっちゃってだから卵かけご飯ってしばらく食べてなかったんですけど、あ、苦手だったんだ はい、しばらくもうトラウマだったのに今日ロケで食べさせられて、めちゃめちゃ美味しくてよかったですね、内田さん、まあ、よかった、めちゃめちゃ美味しくてね、はい、じゃあカルボナーラ嫌いってことはないね。あ、それは大丈夫です。じゃあちょっとカルボナーラーメン作ってきますよ、はい、お願いします。じゃあまずオリーブオイルをね、オリーブオイルで、こちらでまずね、まあもう定番のこちらニンニクをちょっと、ベーコン、ベーコンをもう力強く、そしたらこう玉ねぎね、
これちょっとゆっくり、もう低温にしなくても勝手に低温になってるっていう ね、 そうですね、野外なんでね。こちらでゆっくり炒めていきます。よ、ここでブワータを入れていきます。バターをね、バター入れていきます。イカね、イカ、イカ、イカと魚介のうまさも出していきたい。カニとね、もうこれだ、もうこれだけでうまいやつですよ。これ卵割ったところにね、牛乳入れますよ。生クリーム絡めて絡めてまいりますね。これ俺の歌も聞ける。絡まってますね。絡まってる人、だいぶ絡まってるでしょ。チーズ、チーズでって言って、そしたらこのね、よく炒まったこの中に流し込んできます。やばいねこれ、おお、カルボってる。これちょっと火止めます。これで火止め、ちょっと止めてね。ほら超カルボっちゃってるでしょこれ。カルボっちゃってますね。カルボっちゃってるでしょこれ。これをねちょっと、だからこちら麺をねちょっと入れていきます。今回の麺はどんな麺なんですか。今回はねこれね、はい、僕がよくパスタっぽい、うちで作ってる、はいはい、ちょっとパスタに近いようなパツパツした感じの麺を使わせてもらってます。これはねシェフによっては火を止めて絡めちゃう人もいるし、はい、あのこのままちょっと火入れをしていく人もいるんですけど、僕はちょっと半、ちょうど半、こうチーズが溶けてなおかつ卵がこう、分かります、端が固まってるんですよ、カルボナ卵、はいはい、でも実は全部はあれしてないという状態。僕はこんな感じで作らせてもらってるんですけど、はい、内田さんが一番好きな卵の使い方ってどんな使い方ですか。やっぱり生か目玉焼きか。やっぱそれが一番うまいですよね。まあ、一番簡単ですね。よいしょ、おお、よいしょ、おい、おい、こちらね、これで、おお、カルボな、カルボってますね。おい。さあこれで、これはね温まってるやつが、よし、これラーメンに見えないですね。いやこれがラーメンなんですよ、カルボナラーメン。カルボナラーメン、カルボナラーメン、カルボナラーメンですね。はい、完成でございます。カルボナラーメンです。のどか牧場の栄養満点な卵にチーズと牛乳、生クリームのコクが合わさった濃厚なカルボラーメンの完成です。じゃあすいません、釜揚げ中華に続きまして、はい、メインディッシュのカルボラーメン、ぜひ召し上がってみてください。はい、いただきます。どうぞ。塩分ちょっと心配したんですけど、全然大丈夫。大丈夫ですか。よかった、うん、うんうん、そうですね、めっちゃ美味しいですね、うん、めっちゃ、うふ、出た、めっちゃ美味しい。もう内田さんはカルボのプロですからね、お店でも出されてますからね。一応なんちゃってカルボね、やってますもんね。まあ、僕はもともとイタリア人なんで。こんなに瓦屋根が似合いそうな感じなのにイタリア付いてますからね。どうですか、祖国のバイヤーの味。あ、祖国のバイヤーの味。でもこれだけ具材が入ったり、うん、乳製品が入ってるけど、やっぱ卵のうまさが生きてますもんね。うちの卵ね、食べ終わった後にしばらく経ってもまだ口の中でね、甘さが残るんですね。確かにすごいコク深くて甘くて、いつまでもね、じわんじわんじわんじわしてますよね。さあすいません、こちらにね、残ったところに八幡磯頃のこれ、ちょっと柑橘のする七味をね、でこちらラー油、こちらのラー油ね。こちらのスープは割りスープで、はい、鶏、新種ハーブ鶏のお肉を漬け込んだり骨とかを漬け込んだスープ、そこにしじみで出汁を、はい、もう鶏としじみだけのスープに、はいはい、のどか牧場の卵を2種類、はい、入れた卵スープ、美味しいでしょ、はい、ここは薄味に仕上げてあるんで、うん、相当あれしてなければ、気化してなければ締めって感じですねこれ、うん、さあということで本日
はい、卵ラーメン、塚田健二が作る卵ラーメンを味わっていただいたんですけども、どうですか、はい、感想は大学。いや本当にそうですね、なんか普通のラーメンを想像してたんで、はい、まあ、釜揚げラーメンから前菜から始まり、はい、カルボラーメンになって、はい、締めまであってもうコース料理食べたみたいな。おお、やっぱ最後ラーメン食べたなって感じになりましたね、はいはい、あ、そうですか、ありがとうございます、はい、よくいろいろ考えたなと思って、お、うん、感心しました。で美味しいし、ありがとうございます、すいません、卵の良さ全開でした、よかった、ということで、今回はですね、はい、のどか牧場さんの美味しい卵を使って、ラーメンを作らせていただきました。次はあなたの街に行くかもしれません。塚田健二の新種ラーメン企画でした。ビールの美味しさにとことん向き合った糖質ゼロパーフェクトサントリービール。はい、今月のみんなのラーメンいかがだったでしょうか。ということで今日はね、マリチーちゃんが仕事で欠席だったんですけども、はい、ダイヤ君がいてくれて助かりましたよ、ありがとうございます。いや本当にこちらこそありがとうございました。なんか初めてとは思えないくらい、はい、一緒になんか、ま、回してくれて、いやもう超助かったんですよ。いやちょっと緊張したんですけど頑張りましたね。え、よかったです、はい、ありがとうございます。それで今日一日、はい、信州ラーメン体験しましたよ、いろいろ、はい、で美味しいお店にも行って僕のね、無茶ぶりなラーメンも食べてもらって、はい、どうですか感想は。そうですね、うん、僕やっぱプロレスラーなんで、はい、試合で日本全国回るんですけど、あ、確かにいっぱい回りますね、まあ、いろんなところでやっぱラーメンも食べてきたんですけど、はい、やっぱ信州のラーメンはレベル高いなっていうのを改めて感じましたね。それめちゃくちゃ嬉しいですよ。本当にそうです。あ、そうですか、はい、じゃあもう自分のふるさとは自信を持ってラーメンの美味しい街だと、はい、ちょっと言えますねこれ。もう聞いてくれました皆さん、嬉しいですよね。で、はい、このね、今2冠キャツベルト持ってますけど、はい、告知があるんですね。はい、実ははい、実はダーンこちらでございます。これですね、はい、ドラゴンゲート、はい、須坂大会、初の須坂大会なんですけどね、珍しい、須坂でやるんですね、はい、地元僕が、はい、須坂市出身ということで、はい、今回初めて初開催、初凱旋須坂市民大会なんですけど、しかも僕今この2冠チャンピオンとして、うん、あの長野に帰ってくること自体が初なんでね、はい、本当にこの、 あの大会に向けて気合い入ってます。須坂市民体育館、3月22日、うん、火曜日ですね。ぜひ、いや今回はね、はい、ちょっとダイヤのように僕も行きますよ。あ、本当ですか。でだからもう皆さんで、はい、ぜひですね信州の若い力をですね応援していただきたい、はい、お願いします。3月ぜひ皆さん美味しいラーメンをたくさん食べて、はい、そして熱いプロレスを見てですね元気に過ごしていただけたらと思っております。それでは皆様さよならラーメン。